イレーネさん、いらっしゃいますか？さらに紹介されてきたのですが。留守なのかな？鍵、開いてるのよ。お邪魔しますのよ。仕方ない。僕たちも入らせてもらおう。どうだった？残念ながらイレーネさん本人も消息を匂わせるものも発見できませんでした。私もリムも見つけられなかったのよ。かくれんぼが上手なのよ。さすがはイレーネ様、私たち程度じゃ見つけられないんだね。クンクン、なんだか焦げた匂いがするよ。見て！あ！確かにイレーヌさんの家だったのに。あ、誰かが来る。貴様らが来ることは分かっていた。サラの友人ということも、貴様らごと家が焼かれようとしたこともな。だから転送呪文を用意しておいてやったのだ。感謝しろ、小僧。はい、ありがとうございます。何をぼーっとしている。貴様らも感謝しろ。はい、ありがとうございます。では続いて遠慮なく喜べ。私こそが貴様らの会いたがっていた、その名もイレーネ・ファーレンスだ。来い。呼んだ覚えはないが、茶ぐらいは出してやる。待ってください。あなたは本当にサラが言っていた？二度は言わんぞ、小僧。来い。はい。では行くぞ。あれがイレーネさん。サラから聞いた話とは随分イメージ違うな。メリタン、どうしたのよ。なんか元気がないのよ。おそらく心に描いていた聖女イレーネと同じ名前の彼女とのギャップに衝撃を受けたのかと。聞こえているぞ。だが聖女というのは悪くない響きだ。明日からは聖女イレーネと名乗るとしよう。やめて、私の夢をこれ以上壊さないでよ。あんまり褒めるな、照れる。褒めてないよ。いじめっ子だな。いじめっ子ね。けれど占い師としての力は確かなようですね。僕たちの訪問やサラさんとの関係だけではなく、火災についても正確に把握しているなんて。だったらもっと早く助けてほしかったの。それではありがたみがないだろうが、愚か者。命を助けつつその大切さも教えてやったのだ。礼を言われこそすれ、非難される覚えなどない。
絶対違う。違うよ。イレーネ様は美しく賢く優しい人なんだから。なんだ、やはり私のことではないか。ねえ、イータンのお家はこっちなのよ。イータンか、それも愉快だ。聖女イータン、うん、こっちの方がいいな。だからもうやめて。この先には私の隠れ家があるのだ、チビスケ。隠れ家？私を狙う身の程知らずどもが多くてな。ほら、着いたぞ。そこのでかいの、いい加減に出てこい。うん、そんな姿をしていたのか。いつから気づいておられた？私をなめるな。会う前からに決まっている。おー、恐れ入った、ミス・イレーネ。貴様はそこで待っていろ。入れんことはないが、でかい図体が邪魔だ。承知した。では自分はここで待機している。バッカスさん、いいんですか？問題ない。中での会話はここからでも聞き取れる。貴様ら、間抜け顔で突っ立ってないで、早く入れ。家を焼いたばかりか、隠れ家まで襲うの？次から次へと、いい女は休む暇もないのね。そんなに魔王を崇拝しているのなら、今すぐ魔王の元に送ってあげるわ。魔王復活の阻止か。本当にジオットは面倒な仕事ばかり回すわね。本当にイレーネさんは全てを知っているんですか？この声は。本当にイレーネさんは全てを知っているんですか？サラさんはパージ神殿に囚われているんですか？だとしたらどうやって入ればいいんですか？焦るな、物には順序がある。あ、今この地に暗躍する者たちがいる。貴様らも知っているのではないか？シュドネイ教とかいうあの趣味の悪い連中だ。サラを連れ去ったのは奴らだ。なんで魔王崇拝者がサラさんを？正真正銘の大バカ、いや特上の愚か者たちだよ。幾千幾万の勇者が命がけで撃退した魔王を何千年と飽きもせず崇拝し称えるな。これまでは密かに信者を勧誘していただけだが、ここ最近突然動きが活発になった。まるで得体の知れない何かに突き動かされているかのようにな。太古の昔、魔界よりこの地に降臨した魔王、その名をアスモデウス。あの連中の目的は当然魔王アスモデウスの復活だ。私の力を欲し、同志として迎えたいと誘われたが、答えは言わずともわかるだろう。
信じられない馬鹿げた話。そんな顔だな。そんなことは決して。私は別におかしいとは思わんがね。何しろ私の目の前にいる貴様らは星の海を渡ってこの地にやってきたのだからな。私に言わせればどちらも馬鹿げた話だよ。外のでかいのにも言ったはずだ。私をなめるなとな。それがあなたの占いというわけですか。正確には少し違う。オラクル、神託というやつさ。消耗は激しいが占いよりもよく当たるぞ。今回も見事に当たったじゃないか。サラが面白い客を私のもとに導くとな。確かに面白い客だ。何がおかしいんですか。あなたはサラさんの友人なのでしょ。彼女が心配ではないのですか。あれは私の妹みたいなものだ。心配に決まっている。ならばなぜ。信託を受け待っていたのだ。貴様ら星の海を渡ってきた者たちをな。僕たちを待っていた。ああ、サラを救い魔王復活を阻止できるのは貴様らしかいないのだ。僕たちが魔王復活を阻止って。今この場にいる星の海を渡ってきた者たちを重ねて言う。パージ神殿で進められている魔王復活の儀式を貴様らで断固阻止するのだ。今魔王が復活してはならない。まだ早すぎる。まるでこの先復活するように聞こえますが。復活するさ。え？いずれ魔王は必ず復活する。だが今少し後のことだ。その時が来れば魔王に引導を渡す者が現れる。それはさすがに貴様らではないがな。それも神託というやつですか。そういうことだ。まあそんなことより重要なのは今魔王を復活させてはならないこと。そして何よりも魔王復活のためにさらわれたサラを救うことだ。ちょっと待ってください。ですからなぜ魔王の復活にサラさんが。魔王の復活には聖なる生贄が必要となる。サラは聖なるフェザーフォルク。魔王に捧げられる価値は十分にある。サラ救出と魔王復活阻止は同義。つまりはそういうことだ。もしも僕たちにできなかったらこの星は一体どうなってしまうんですか。それはだな。イレーネさん。これは白き聖なる乙女が祭壇への道に着きました。イータン、どうしちゃったのよ。間もなく道は開かれ散らされし純白の翼が種に染まり目覚めるは闇深き世界より来たりし魔王。白き聖なる乙女の朽ちた身を引き裂き喰らいこの地を滅ぼす先触れとするのです。イレーネさん、さっきまでとは全然違う。もしやこれが神託。抗えず逃れず世界は包まれます。何者をも灰とする破滅の豪華に全ては美しく滅びを迎えることでしょう。
イレーネ様、見せてやった方が早いと思ってな。今のが神託だ。貴様らが失敗した時のな。サラは死に、この地は滅びる。そこには一切の妥協も希望もない。何度やろうともこの神託は変わらない。滅びは確実に訪れる。だがサラを助けられれば変わるかもしれない。私はそれにかけてみたいのだ。希代の占い師と称えられてもこのざまだ。神託を受け入れるだけで体は悲鳴を上げ、他人の手を借りねば友も救えぬ。頼む、サラとこの星を滅びから救ってくれ。この通りだ。イレーネさん。やめてください。星の運命だなんて、そんなことに僕を関わらせないでください。エッジさん、そんなこと言われても困りますよ。サラどころかこの星の運命まで。またそんな僕に。だって僕は愚か者か。あ、イレーネさん、しっかりしてください。何やっても起きないのよ。行きましょう、パージ神殿に。フェイズ、正直魔王復活なんて僕には眉唾ものですが、サラさんに危機が迫っているのは確かなようです。けどイレーネさんは目を覚まさないわ。それに神殿に入り口はないんですよ。なければ作ればいいんです。たとえ神殿全てを破壊しようとも。ダメだ、そんな乱暴な手段は認められない。ではどうしろと言うんですか。待つんだ、イレーネさんが起きるの。何を悠長なことを。彼女は僕たちにパージ神殿に行けと言った。けれどあの神殿はあれ以上奥には行けない。イレーネさんがそれを知らないわけがない。彼女は奥に入る方法を知っている。僕はそう思う。分かっているんですか。このままではサラさんが。サラさんをロークを見捨てるんですか。そんなことは言ってない。言ってるも同じです。今までのエッジさんならこんなところで尻込みなんかしなかった。僕たちが出会ったあのエイオスからレムリック、そしてカルディアノンでもエッジさんは臆することなく走っていた。前だけを見て走っていた。だから僕はついていこうと決めたんですよ。その僕が何も考えていなかった。その僕が地球を滅ぼした。また同じことになるんじゃないかって怖くて怯えて体も心も動かなくなるんだよ。でもレイミさんを助けるためにあなたは戦った。戦ったさ。それでもあの恐怖は消えないんだ。二人ともやめて。一つだけ聞かせて、サラさんを見捨てる気はないのよね。当たり前だ。仲間を思うフェイズさんの気持ちはわかります。でも私たちのリーダーはエッジだわ。はい。レータン、すごいのよ。怒らせると怖いにゃ。
イレーネさん、よかった。私はどのくらい意識を失っていた？もう朝みたいです。それほどか。年は取りたくないものだ。何があった、小娘？パージ神殿の奥に行く方法で、その意見の食い違いが。なるほどな。それは私が迂闊だった。こいつを先に渡しておけば問題なかったな。これはカードキーなのか？この惑星の文明レベルでなぜそんなものが。パージ神殿の奥へ行くにはその導きの灯火が必要なのだ。それがなければ神殿の奥には行けん。破壊などしようものなら奥のサラも危険だ。エッジの判断が正しかったのね。ああ、カードキー、いや導きの灯火をどこで。昔ムーアの血を引く者とかいうやつから預かった。さあもう行け。そしてサラを頼む。では行きましょう。おい、そこのドラ猫、確かメリクルと言ったか。何？また私の夢を壊す気なの？暇になったら遊びに来い。聖女とやらの話、今度は笑わずに聞いてやる。気が向いたら来てあげる。それと、私はドラ猫じゃないよ。小僧、貴様が何を恐れているのか私は知らないし興味もない。だがこれだけは言っておく。うぬぼれるな、このバカめ。星の海は果てしなく、世界は途方もなく広い。それを貴様ごときが背負えると思うな、愚か者。栄えるも滅ぶも、それはすべて星の選択だ。これは運命と言ってもいい。ですが、もしや貴様、運命すら操れると思っているのか？だとすれば
増長しすぎだ、このたわけが。そんなつもりは。貴様にできることも、貴様が与える影響もたかが知れている。貴様が契機となったものが、いずれ巨大な波となり、星を飲み込むことになるかもしれん。それこそ、星の命運に関わることもあろう。だが、そこまで至るには、貴様の力だけでは不足。様々な要因が絡み合い、最後の運命へ帰結するのだ。イルーナさん。悩め、恐れろ、泣け。されど止まるな。おごることなく、まっすぐひたむきに前へ走れ。そうすれば、自分にできることが見えてくる。ちっぽけな自分にしかできないこともな。それこそ、貴様が真になさねばならないことだ。それも、神託ですか？いや、単なる御託だよ。それに貴様には、そこの小娘がついているだろう。私ですか？辛いことも、苦しんだこともあったろう。だが、貴様の中のムーアには、必ず意味がある。私の、中の。この小僧と共にあれ、ムーアの加護を受けて生まれた幸福の子よ。ほんの少しだけど、走れるようになったと思う。もう少しだけ待っていてくれ。必ず君が知っている僕に戻るから。行きましょう。ああ。やれやれ、夜が明けてしまったわね。行くんだったら早く行きましょう。あなたはなんでここに？言ったでしょ、この星でなすべきことがあるって。どうやらその目的まで坊やと一緒みたいね。アスモデウスの復活を阻止すること、それがモーフィスの私に与えられた今回の任務よ。君もモーフィスの一員なのかね。あなたの噂は聞いているわ、バッカス。こんなところで会えて光栄と言っておくわ。そこの坊や以外には初めて名乗るわね。私はミリア・ティオニセス、カルディアノン母艦で会った子もいるわね。あなた、あの時の。なぜあなたがロークに？それは私が知りたいわ。カルディアノンの時といい、このロークといい、なぜあなたたちは事の核心にいるの？まあいいわ、とりあえず一緒に行きましょう。そんな勝手に。やっぱりあいつを狙っているんですか？もちろんよ。それまでは坊やのそばを離れてあげないから。どういうことなの、エッジ？簡単なことだよ。あの人はクロウを殺すために仲間に加わったのさ。え？大丈夫、そんなことはさせない。きっと分かってくれるから。それじゃよろしくね。